韓国で Google に大谷韓国系と入力し検索する韓国人が急増がネットで話題。内容はこちら。韓国で Google に大谷韓国系と入力し検索する韓国人が急増しているようです。では内容を見てみましょう。これはあまりに痛すぎでしょ。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。惨めすぎで草。願望を検索するのよわら。韓国人はいつも妬んでばかりだな。大谷選手があまりにもすごいからって。ねえ。次はこちら。すぐ同胞認定しやがるわらわら。ほんとこいつらってわら。韓国って日本が嫌いな割には日本のものとか手柄を欲しがるよね。何考えてるんでしょうかね。次はこちら。これは恥ずかしいわらわら。はい、あまりにも恥ずかしい行為だと思います。次はこちら。大谷は顔の作り的に半透明じゃないのは明らか。明らかに顔が違うじゃん。なぜそうなるん。大谷選手の顔は完全に日本人ですから。最後はこちら。いかにして韓国のものにしようかと必死だな。ソメイヨシノの時もそうだったけど、イチローも韓国人にされて迷惑そうだったからな。何度も全否定してたし。本気で勘弁してください。結論。韓国の皆さんは大谷翔平選手があまりにもすごすぎるから、実は韓国人ではとありえない期待を抱きくぐったのかもしれませんが、大谷選手は普通に日本人ですから。日本人の素晴らしい功績や素晴らしい文化に嫉妬するのは勝手ですが、ありえない妄想だけは勘弁してください。しかし大谷選手は素晴らしい選手ですよね。まさに日本の誇りですよ。これからも大和魂を胸に日本人らしさを世界に見せつけてください。応援してます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。